神様の大事な話か。なんだろうな。木が見せてくるのがわかんな。木が見せてくるのがわかんな。よっ、神様、ミスターポポモ、久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。わかったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、やじろべ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんの、おみやさんに頼もうと思ってよ。なら、おめえが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさん分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ、詳しく説明するでよ。てなわけで、肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃ、肥料集め、よろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。こりゃカリン様から。ヤジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。たまにゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。
こいつは。ジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。よし、修行って感じでもねえしな。ああ見えて、ヤジロベのやつ、刀は凄腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな、あいつ。はっ、よし、ウパたちが、こりゃすげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。ひひ、木が見せてくんのがわかんな。なんかいるな。おめえ、なるほど、ま、いい、あったあった。取ってきたぞ。やってくれ、ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきた。それは悟空が取ってきた。楽ばかりしようとしおってからに。おい、瞑想しておっただ。まったく、どんな仕置きをするべきかの。そりゃともあれ、ご苦労じゃったな悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。あ、頼んだ。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。
使いやがんな。ワクワクすっぞ。ピッコロにはご飯の修行を任せっぱなしになっちゃって悪いことしたな。相当厳しく鍛えてくれたみてえだし、ありがてえや。あ、お父さん。わりわり。おし、それじゃ二人ま…二人まとめてだと。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思い…はい。帰ってきたわけではないようだな。そういうおめえたちこそなかなかやるな。次はお父さんだ。わっ、はい、ほら、さあよっ、ほっ、はっ。しかし、あのフリーザを倒したということはあるよ。おめえたちもフリーザより強くなってもらうかな。そんな、僕がなれるのかな。あるな、おめえ。よし、今日はこんくらいにしておくか。
まあよかろう。僕も頑張らなきゃ。ごはん、おめえ強い。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くだな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時お前がメソメソ泣いてたことか。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時、うん、使えんガキには用はなかったからな。まあ、すまねえなピッコロ。おかげでご飯もここまで。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを来い。それくらい強くなってもらわな。今だオラも3年後みんな驚かせてやろうぜ。ご飯。はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだが。なに、ベジータなら大丈夫だ。奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。やここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足り。材料だと。そりゃあお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。まあそういうことだよ。集めてきてほしいのはね、と必要なものは。それを集めりゃいいんだな。見てろよカカロット、貴様以上のトレーニングをして俺は必ずスーパーサイヤ人になってやる。おお、うまそうじゃないか。これか。スーパーサイヤ人になるだけじゃないぞカカロット。俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。ザコどもが、覚悟はいいか。
やり合えるとはなかなかだ。カカロットに負けっぱなしな今のありさまは俺にとって何よりの屈辱だ。強くなるなんだってやってやる。この星の原住民か。命が惜しけりゃそいつ。なんだ貴様らは。フリーザ軍の残党か。お前ベジータか。なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。バカか。俺は消えやがれ。Yeah!
じゃ。無駄な時間を使わせやがって。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえ。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力ならば俺は作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。くっそー。ちょっとベジータ、何してんのよ。あ、そう。じゃ、なぜだ。なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の。まったく、バカな奴なんだから。呆れた。あんたずっと修行続け。その様子じゃまだまだお先真っ暗。いっそソン君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる。なんだと。トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいて。ふざけるなよ女。俺を誰だと思って嫌がる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょ。決まりね。健闘を祈ってる。あとあんたもブルマっていう私を誰だと思ってんの。あの女。ここはカカロットと戦った荒野か。何、相手はカカロットでなく俺だ。喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、くさい。努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやる。どうした、こんな程度じゃないだろう。
を見せてみろ。それとももう使い果たしたか。見せてやるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。バカだ。カカロット、俺がナンバーワンだ。今帰ったぞ父。ただいま。いやー、きゃー、悟空さん、ちょっとええだか。どうした父、おら腹減っち、腹が減っちまって、じゃねえだ。おらは、たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてって。だって、うちにはそんな車もねえし、大地おら、ね、だったら免許取りに行けばいいだ。今どき、これも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。二人とも修行好きだし、当然断れないべ。なぜ俺まで。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため、しぶしぶ教習所に向かうことになった。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上、孫悟空、たとえ車の運転だろうが、貴様には負け。よし、わかった。そんなに気合を入れる。大丈夫かの。安全運転で頼むよ。さて、行ってやっていっか。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。あ、安全運転で頼むぞ。わわわ、こいつは気持ちいいや。もうちょっと早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。わわわ、こいつは気持ちいいや。安全運転でいいんじゃよ。よし、
いい感じだ。こいつは気持ちいいや。わわわわわ。安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。わわわわ。あっちゃー、しまったな。ヒヤホー、これならいけんじゃねえか。あ、安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。わわわわ。これならいけんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。どんなもんで。よし、ほら抜く。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。安全に車を運転するためのもの。そんなことはどうでもいい。俺は孫に負けたことが気に食う。オラもようやく慣れてきたとこだ。望むところだ。行くぞ孫。はい、クロップ。悟空さん、どうだっただ。勝った。よくわからねえが。それがさ、なんだかよくわかんねえ。免許はやるから、もう来ないでくださいってさ。それって、まあとにかく免許は。よかっただ。これであとは。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから。後からオラお金のことよくわかんねえな。よし、なおい父。いろいろあったけんど。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金。悟空さが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから。そのだから悟空さ働い。そっか。そりゃいいべ、ブルマ。じゃあほら、ちょっとブルマン頼んだべ、悟空さ。孫くん、あのさ、悪いんだけど。あら、いいわよ。ほら、父に言われて車の免許なんとかなんねえ。へえ、孫くんが免許をね。ほんとか。でも孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃ。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれ。材料って。そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。あとついでだから作っ。そっか、いいわよこれくらい。帰ったぞ、父。ああ、悟空さん。材料集めたら、ブ
車が。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ、悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが。よし、お父さん。父が？ピクロ、または、いいだろう。悟空さん、今無天老師様からね。へー、懐かよくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行がある。無天老師様に失礼があっちゃなんねえだ。話を気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。行ってみっか。よっよっ。よし、そろそろだぞ。ちっちゃんたち元気してっかな。お、なかなかやりそうなやつだな。よく来たな、悟空。よう、ランチ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。おう、生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。
だったら行けばいいじゃね。せっかく家を見つけたと思ったら、どうも修行で世界中を放浪してて、全然で今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われ飛べんだからビューンと探し、頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、へへ、ほら肝心。よし、見つけたぞ。何？もう見つけた。これバカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何とにかく準備ができるまで。しょうがねえな。行き過ぎちまったか。お前が訪ねてくるとは珍しい。おめえに会いたがっている奴がそれで探してたんだ。そうか、そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。そうだな、ちょうど修行を終えたところだ。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前行くぞ。What?
めえも腕上げ。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここにの今の手合わせで新たな課題も見つかる。もうしばらくここで修行するが構わないか。ケンさんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかった。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところ。約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。